私はあの一つ気をつけていることがあってですね電車に乗った時になるべく携帯電話を取り出さないようっていうことが、えー、決めてますあのー、やっぱり今日来る時にですね電車に乗るともう多分8割9割の方がずっとこうやってスマホと、えー、にらめっこをしながら電車に乗ってるんですね であのなんで私が電車に乗った時にですね携帯電話を取り出すのをやめたかというとですね禅の,善の,あの考え方でですね外の情報とかに惑わされないようにしましょうということがあるんですね。どうしても私たちはですね普段いろんな情報ですね、えー、浴びながら生活しています。でそうすするとですね自分が 普段思っているもの自分の本当の自分ですね前では本来の事故っていうんですけれどもそういったものがあるはずなのに外側からですねいろんな情報または SNS をやられている方ですとそういった評価ですね周りからの評価によって本当の事故っていうのがなかなか見つけられなくなるもしくは見失ってしまうそういったことが あるっていう話をですねちょっと聞きましてあ確かにそうだなと、えー、周りから「ですねこれはいいものだよ」って言われたらですね、えー、どうしてもですねそれに左右されてしまう「あいつは悪いやつだ」って言われたら、えー、そういった情報に左右されてしまう自分の心っていうのはそういった周りのそういった情報にですね常にこうグラグラグラっとですね振り回される。 そうするとやっぱりどうしてもです、ね、私たちの心っていうのは不安になってしまったりまたは怒りの気持ちそういったものが浮かんでしまったりまたは貪る気持ちですね。そういったものを私たちはとら、まあ、われっていう,いうふうに言いますけれどもそういったものが<な>、えー、湧いてきてしまう。 でえー、じゃあ前提何かっていうとですねそういったです、ね、心のとらわれ心のこだわりそういったものをです、ね、静かに座って、えー、一つ一つです、ね、そういったものを捨てていって本来私たちの心の中にある私たちの中にあるそういった物事に左右されない自己 ですね、自分本来の自分自身っていうものに気づいていきましょうというそういったものになりますそれが「えー、禅」というものになりますね。で、えー、その上にこうやって「えー、座る」と書いて「えーまあ、座禅」ということになっていきます。座って 自分自身を静かに見つめてとらわれの心こだわりの心そういったものを一つ一つ捨てていきましょう、えー、それで、えー、座禅というそういったものになりますねですから、えー、皆さんですね普段日常生活を送っている中でですね会社に勤めている方ですね どうしてもです、ね、心がです、ね、何かにこだわってしまったり何かにとらわれてしまったりまたは家族の家の中で,です、ね、何かどうしてもこだわっているものそういったものをです、ね、今日はです、ね、座りながらとらわれこだわりに気づいていただければなと思っております。座座禅でです、ね、座っていく中でです、ね これから皆さんが座禅していく中で大切な3つの言葉があります。聴聴速聴という3つの言葉ですね。えー、体をこれ「長身」と書いて私たちは「整え」ると言っておりますけれどもよく皆様が「あの。 本とかですね、テレビとかで見るようなこうやって座っている姿勢ですねそれ何かというと、えー、私たちのえ体が整ったらですね今度は自分の呼吸息を一つ一つ調べてそれで整えていきます。 体が整って、えー、呼吸が整ったら最後に自分自身の心を一つ一つ整えていきます。調調則調この3つが、えー、揃うと座禅になりますよということになりますけれどもこの「体と息と心」これはですね普段私たちが無意識で使っているものです。 体です、ねえー、まあ歩,こう歩くときに今右足を出して次左足を出して腕をこのぐらい振ってって言ってあまり意識して歩くことはないですよねただ意識しなくても歩いていく歩くことができるで、えー、呼吸ですね 今息を吸って今息を吐こうと思って呼吸をしている人っていうのはいないですよね。自然に息を吸って自然に吐くことができる。そして心ですね。皆さん自分の心を今使おうと思って使っている人っていうのはいないですよね。意識しなくても。 えー、無意識で心が動いていくで、えー、そういったものに普段私たちが無意識で、えー、行っていることに一つ一つ意識を向けていくその中で気づくことがある。 最終的にはこの心ですね、自分の心、普段無意識に、えー、自分の心に振り回されている、自分自身に気づいていただいて、で、えーまあ、整えていっていただければなと思います。ではですね、最初のこの長身、体の整え方、皆様と一緒に座っていきたいと思います。 でではですね、こちら、えー、皆さんお尻にこの小さい座布団、えー、つけてるかと、えー、座ってるかと思いますけれどもそれをですね少し調整していただいてお尻が半分かかるぐらいに動かしてみてください。 ねえー、そうしましたらです、ねあの、一番はです、ね、無理のないように座っていただくということをお願いしておりますので、あの無理せずにあの、できる範囲で、えー、結構です。まずです、ね、右足をです、ね、左足の付け根にぐっと持っていってください。はい、あの大丈夫ですよあの、上げれない方はあのあぐら、えー、足を上げなくても座っていけますので。 で、はい、ではですね、続いて左足を右足の付け根にぐっと持っていってください、はいえー。これができる方はだいぶ体が柔らかい方ですね。はい、なかなか、あのー、ここまで両方上がるという方はです、ね、少ないんですけれども、まあ、片方を上げていただくまたはです、ね、足上がらない方は足を上げずにですね、あぐらの状態でも結構です。すこうやってですね、ままず座るための土台を作ります。 これは何かというとですね両膝とお尻の3点でですね、自分の体を支えている状態です私たちは普段2本足で生活しておりますあのカメラの三脚で考えていただくと分かりやすいかと思うんですけれども2本足でカメラの三脚が立つことができませんどうしてもフラフラしてしまいます私たち普段の生活、2本足で生活していますので実はあまり体が安定、し、中心が安定していないんですね こうやってですね、お尻と足のですね、3点で座ることによって、えー、重心が保たれて、えーまあ、そうすることによって自分の体の中心ですね、重心というものが、えー、分かりやすくなるということになっております。はいえー、では座るための土台を作りましたら今度はですね、その土台に腰を入れていきたいと思います。 皆さん体をぐーっと前に倒していただいておへそを前に突き出すようにして体を起こしていきますそうするとお尻の上に腰が乗っている感覚っていうのがわ、えー、かるかと思いますけれども、えー、座禅はですね足が組めなくても座禅を行うことができるんですけれどもこの腰が入っていないとですねどんなに長時間座ったとしても次に行う超速呼吸の時にですね深い呼吸にならないんですね。 えー、ですので、えー、しっかりとですね腰を入れていただくということをお願いしております。はいこのお尻の上に腰が乗っている感覚ですねこの感覚を大切にしていただければと思います。はいでは続いて、えーえー、背筋を伸ばしていきたいと思います。えー、頭のてっぺんとですね天井が糸でつながっているそんなイメージをまず持ってください。でその糸がですねぐぐぐと、えー、頭を天井からこう引っ張っている。 そんなイメージですね。えー、で、ぐっと引っ張られて上に吊ら天井から糸で吊る吊るされているそんな感覚で背筋を伸ばしていってください。はい、いい姿勢になってきましたね。えー、今度はですね、では手を、えー、乗せていきたいと思います、えー。おへその前に右手を持ってきてください。はい。で、えー、続いてですね。 おへその前に右手を持ってきて続いて左手をその上にのせます。の、えー、せたらですね、こうやって親指を軽くつけていただいてこの中にきれいな楕円形を作ってください,、はい。軽くですね、軽く親指をつけてきれいな楕円形を作るで、えー、そうしましたらちょっとお,お,、えー、お腹の方にぐっと引きつけてその後で自分の足の上にストンと置いてください。 軽く胸を広げていただいてで肩の力をすっと抜きます、はいえー、ではですね軽く顎を引いていただいてまぶたはですね、えー、これ座禅の時大切なんですけれども、えー、座禅の時はまぶたは閉じませんまぶたの力をすっと緩めてですね1 5メートル先から2メートル先をぼんやりと眺めていきますはい。 ですね。これが、えー、座禅のと座禅の姿勢ですね。調身。私たちの体に一つ一つ意識を向けてそれを整えていった状態になります。続いて調息、えー。呼吸の整え方です。へその下7、8センチ下あたりですね。そのあたりにグッと意識を向けていっていただければと思います。ここを丹田と言いますね。昔の人はこの人間の中心は丹田に あるというふうに、えー、言われておりましたけれどもそこにですねぐっと意識を向けていってその丹田にですねゆっくりと力を込めていって体の中にある空気を下から押し出していくそんなイメージでですね、えー、ゆっくりと息を吐いていってください。細く長くですね 深くこの3つを意識しながらぐーっと丹田に力を込めて体の中にある空気を吐いていくで、えー、これ以上、えー、吐ききれないよというところまで来たらタンデの力をスッと緩めてください。そうすると自然に空っぽになった体にですね自然と空気がこうスーッと入っていきますので今度はまた同じように丹田にぐっと力を込めてゆっくりと 体の中にある空気を吐いていきます。はいですね。これあの吐くときはですね、鼻でも口でもどちらでも、えー、構いません。皆様のやりやすい方でやっていただければと思います。はいはい、えー、体を整えてですね。今度は自分の呼吸に意識を向けて。 ゆっくりとした呼吸ですねこうやって整えていきましたでは最後にですね心を整えていきたいと思います、えー、まずですね皆さんにお願いしたいのがですね自分の吐く息を数えてくださいということお願いいたしますこれを素足感と言いますけれども、えー、こんな感じですね息を吐いているときに人心の中で人を 息を吸続いて2つで息を吸で3つ4つ5つ6つ4つ9つとですねあの10までゆっくりと数えていってくださいで10までいきましたらまた1に戻ってでずっとその繰り返しですね呼吸をずっと数えていくで えー、このすそく感皆さん行っていただくとですねある時ふっと心の中にですね全く座禅とは関係のないことが浮かんできますで皆さんにお願いしたいのはそのふっと浮かんできたものですねまあ私たちは煩悩って言ったりしますけれども。 そういいいい。ったものが浮かんできててる自分に気づいてください呼吸を数えていない自分に気づいてで一体自分が何を考えていたのかっていうのをですね一瞬だけ眺めてくださいあ自分こんなこと考えてたなで眺めたらそれ以上その考えを続けるのをやめてください強制的にやめていきます。 強制的にやめる方法としてもう一度呼吸を数える素足感に意識的に戻っていきますでまたゆっくりと、えー、自分の呼吸を数えていってでそしたらまたふと呼吸を数えるのをやめて全く別なことを考えてしまいますでそしたらまた同じように見つめてそれを捨てていく。調子に 心の整え方で大切なのは即くかでその次に自分が何を余計なこと何,何余計な何を考えているのかということに気づくこと気づいたらそれを捨てることですねこの3つをですね、えー、心の整え方としてやっていただければと思います。